なんだこの揺れは。やべえな、この王宮は崩れるぞ。早く脱出だ。いたぞ、ティルマクドールだ。皇帝陛下の仇だ。どうした。くそ、帝国兵の奴らまだ戦うつもりかよ。グレビオ、ここは俺たちが食い止めるから、お前はティルを連れて逃げろ。ビクトールさん、ダメだよビクトール、あれだけの人数、二人だけじゃ無理だ。ティル、お前はまだまだこの国に必要な人間だ。しかし俺たちみたいな人間は戦争が終わったら必要なくなる。だからこれでいいんだ。行け。ディル、お前はオデッサの最後の希望、オデッサが望んだ国を作る男だ。そのお前をこんなところで死なせるわけにはいかない。そんなことをしたら彼女に怒られちまう。そんなダメだよ、僕も戦う。行け、クレミオ。行きましょう坊ちゃん。フリック、ビクトール、逃すな。おい、おっと、我が剣オデッサにかけて、ここは倒産。行くぞ聖戦剣。人使いの荒いやつだ。死にたいやつは前に出てこい。この心臓が破れるまで俺は戦いをやめんぞ。うわー、おのれ、かかれ。おみんな、剣を収めよう。戦いは終わった。バルバロッサは倒れ、暁帝国は滅んだんだ。解放軍の勝利だ。やったぞバー、ティル様がついにやったんだよ。きっとテオン様も喜んでくださる。聞こえますか坊ちゃん、皆さんの喜びの声が。うん、さあ帰りましょう。僕は帰れない。え？皇帝陛下が言ってた。どんな理由があろうとも、誰かを苦しめて死に至らせた罪は贖わなければならないって。僕にも同じ罪がある。だけどここにいる人たちは誰も僕を裁けないだろう。だからここにはいられないんだ坊ちゃん。ダメです、クレオさん、ティル様がどこにもいらっしゃいません。なんてことだ、一晩中探したのに見つからないなんて。こうなったら解放軍全員に伝えろ、ティル様をお探しするんだ。朝からうるさいな。ティルのことならほっときなよ。ルック君、だけど。ティルの気持ちも察してやりなって言ってるの。何事もなかったようにこの町で暮らせって方が無理だろ。それは、そうですが。だけど、俺はやっぱり心配だ。ティル様をたったお一人で旅立たせるなんて。忘れてない？死んでも治らない誰かさんのこと。はぁ？そういえば、いませんね。坊ちゃん、疲れませんか？休憩したかったらおっしゃってくださいね。お茶の用意はいつでもバッチリですから。クレミオ、なんで僕についてきたんだ？私がご一緒しなくてどうするんです？一体誰が坊ちゃんのお食事の用意をして、坊ちゃんの身の回りのお世話をして、一体誰が坊ちゃんの苦しい時にそばにいてくれると言うんですか？ダメだ、お願いだよ帰ってくれ。僕の紋章はまたお前を死なせてしまうかもしれない。それともお前がオデッサさんと父さんとテッドの代わりに僕を裁いてくれるとでも言うのか？いいえ、できません。ですがオデッサさんとテオ様、テッド君の代わりに坊ちゃんをお守りすることはできます。お願いですから
皆さんが坊ちゃんに裁きを望んでるなんておっしゃらないでください。皆さんが望んでいたのは坊ちゃんが幸せになることです。クレミオ、だからこれから坊ちゃんはいっぱい幸せになっていっぱい笑ってください。でないとグレミオはもう心配で心配で。ありがとう。だけど僕やっぱりしばらくは帰らないよ。それでもいいのか？ねえ、今まで大変だったんですからのんびりしましょう。じゃあ行こう。